はい、えー、それでは皆さんこんにちは今からでも間に合う短期合格スケジュールそういうタイトルで今回はお話をしていきたいと思います担当はレクセンに講師横溝ですよろしくお願いしますさてこのガイダンス動画ですねご覧になっている方は何月ぐらいになるんですかね うん3月とか2月の終わりとかそういうところ早くてもそのぐらいかなもっと遅いと3月4月ぐらいという方もいらっしゃるのかもしれませんね一応34月ぐらいからスタートして本試験に向けてどう動いていくべきなのかっていう話をしていこうというのが今回のガイダンスのテーマだと思ってください。 ですからもうすでに勉強を開始している方向けの話ではもちろんないこれからやろうかなと思っているような状況ですね。でこれからやろうかなと思っている方うん、まあ、3月、4月ですから、ね、日本の場合は特に新しいことを始めようというのがそのぐらいというタイミングになる方は、まあ、少なくはないということではあるんでしょう。でいろんなやははりり選択肢はあります 11月の10日が本試験ですので、まあ、そこまでそんんなにに時間がものすごく潤沢ああるというわけではありませんただ、まあ、それなりにまだ時間が半年近くある中でそれどうやってうまく使いながら勉強していくのか、まあ、パターンはまず全く初めての人それから受験経験のある人そして最後はやはり多資格試験の受験の経験がある人ですね。 あ2番目の受験経験ある人っていうのは過去に行政書士試験受けたことあるで3番目は司法書士試験とかその他法律系の多資格の試験受けたことがある予備試験や司法試験でも構いませんがそういったものを受けたことがある方ということになりますね。で全く初めての人っていうことで考えるとやはりちょっと急いでスタートしないといけないというのは言うまでもない話です。 もちろんそのためのスピードマスター系の講座というのもレックにはいろいろと用意されています。これはまたリリースされる時期によって講座名がいろいろ出てきたりするというのはあると思いますのでちょっとですねそのタイミングによってはまだ告知が出ていないという場合もあるかもしれませんがさまざ、あ、まそのスピードマスター系の速習系の講座というのはいろいろと用意されております。 ですからそういったようううなもものののをうまく活用すするっていうのも一つの手ですただ即習系スピードマスター系の講座は基本やはりウェブ通信のみになりますので、まあ、お住まいの場所によっては、ね、ウェブ通信しかちょっと無理っていう場合であれば、まあ、全く問題はないんでしょうけれど例えばどっかレックの本校に通える距離に住んでて通うこともできるけれどっていう状況であるならば やはり時間がものすごく限られた中でもですね、通学の強制力っていうのをうまく使うっていうのは。一つのやり方です。通学の強制力をうまく使うっていうことになってくるとですね。まあ、一つ考えられるのは、やはりインプットをね、なるべく。コンパクトにして、で、アウトプットの方に力をかけるっていうやり方なんでしょうね。で、しかも、それを結構同時にやっていくっていうイメージですか。まあ、全く勉強経験ないわけだから。 そこはまあ、ね、行政書士試験のことを勉強したことがあるわけでもまた多資格の試験でいくつか科目が重複するような資格試験を受けたことがあるわけでもないということになってくるともう全部ゼロからスタートということになりますからねでゼロからスタートでもちろん34月スタートでの11月試験の合格っていうのはしてる方はたくさんいますので、まあ、全く不可能だとかそういう話ではありません。 まあこれが56月スタートになるとちょっとしんどいかもしれないあの全くのゼロからだったらだけど34月スタートだとまだなんとかなる、まあ、要はタイミングとしては3月4月スタートでも体制を整えるのが9月の末までに整っていれば最後の10月11月の10日までの40日で一気に追い込むことはできます。一つのの節目が9月月終わり9月30日 ってことこなりますねだから今勉強を始めようと思っているスタートなるべく早く始めようと思うならとっととスタートしなさいってことには当然なります初めて受ける人は。だけどそのとっととスタートした上で9月の終わりまでっていうのを一つの区切りにしてそこまでに、まあ、行政書士試験の場合やはり法令科目の憲法民法行政法ね商法会社法ねこの4科目について試験対策上必要な情報をガッとガッと入れる。 で合わせてアウトプットもするそれがしっかりできているかどうかというところは一つ勝負の分かれ目ということになってくるんだろうなだからゼロからインプットするというところをですね、例えば現状確実にリリースされている講座としてはこの合格講座スタンダードコースっていうのがあります まあ2月1日から受付開始ということになっていますけれどもまあそちらだとまああの合格講座のですねコースの中の一番メインになる合格講座それからそれのアウトプットである科目別答弁あとは模試のみというような非常にシンプルな構成になっています。だからこの合格講座ですね通通学にせよ通信にせせよよ 実際3。4月からスタートしたら両方うまく活用してっていう感じになるかもしれませんが、そういった形でインプットをとにかくしっかりやりながら、それに対するアウトプットもやる。そして、この復習は効率的に合格講座は復習していく必要があります。まあ、合格講座に関しては復習ドリルっていうのがついてきて、それを復習用教材として使うんですが、だったらそこの復習用教材として使うっていう時にですね。その使った復習用教材の？ 解説を聞いてそれで講座の復習に変える1回15分で憲法民法行政法のみですがフォローアップ講義っていうのがありますまあ、こちらはコースと同時に申し込んでいるとっていう特別価格があるんですがちょっとスタンダードコースの場合は通常価格になっちゃうかも 9800円になるのかパーフェクトコースだと4900円だそうですが通常価格の場合はちょっとこれは問い合わせをしていただくしかないということになるんですけれども、まあ、少なくともこの合格講座復習フォローアップ講義というのをまあ受けていただければそれによってですね、えー アウトプットのところがしっかり整うっていうところをさらに、ね、効率よくやっていくことはできます。だから一つはこういう合格講座これ通学もできる人は特に通学の強制力で一気に一気にインプットを進めていくなおかつそれと合わせて同時にアウトプットもしていくってことができるのはこの合格講座のスタンダードコースをうまく使う。これが一つの方法です もう1つはさっき言ったスピードマスター系の速習講座といわれるもの、まあ、名前はいろいろありますけれどそういったものがいくつかありますコンパクトにインプットする講座というのがいくつかあるので、まあ、そちらをまたリリースされてきたらぜひ確認していただくといいかなというものです。まあ、去年は私も まあスマートクラス90っていうのをやってて90時間でっていうのをやってましただからまあそういう類似の講座は毎年必ず作られますのでまあなので今年もまたそれは4月5月ぐらいにリリースされてくると思いますだそういった講座だからその頃にリリースされるってことはその頃から受けて勉強していくっていう勉強スタートしていくってことが想定できるって話になるからだということでもあるんでしょうねそれから このような今から始めてっていうのでね。まあ、9月末までにって言ってますが、やはりこのスタンダードコースとそのさっきの合格講座、復習フォローアップ講義だけではやっぱちょっと心もとないことは心もとないです。やっぱ学んだ知識をしっかりアウトプットするっていう意味。ではまあ、直前対策講座系のものがいくつかあるんですね。で、その直前対策講座系のものもまあ、これは？あー 5月6月ぐらいからバラ売りされてきますので、ぜひおすすめの直前講座系のもの、えそれを紹介しておきます。例えば、はいこちらに上がってますが、ちょっとですねスタンダードコースには入ってこなくなるけれど、やはり文章理解特訓講座っていうのはこれは受けておくと良いかなと思います。それから。 記述六十問解きまくり講座、これもおすすめです。ですので、文章理解特訓講座と記述六十問解きまくり講座ね。それから。メイン科目の一個である民法は、実は問題演習量を増やすということが。試験合格のためには必要だったりします。ですから。こちら。 民法卓一60問解きまくり講座この3つかなあの文章理解トークン講座それから記述60問解きまくり講座そして民法択一60問解きまくり講座まあこの辺りを追加でちょっと取っていただいてその合格講座スタンダードコースとその3つの講座っていうのを合体させることでまあ効率の良い学習ができるってことにはなってくるでしょう。 実際2月1月からスタートしてるとかもっと前のね2023年度末ぐらい11月12月ぐらいから合格講座なんかはすでに始まってますのでそういったところで勉強してるんですって人もまあもちろんいると思います。でそういった方も結局最終的にその受けてきた科目特に法令科目とかあそれから今年からちょっとね内容の変わる一般知識ですよね行政書士法や戸籍法住民基本台帳法なども入ってくる一般知識の 習得まで含め9月の末ななんですよ9月のの末が一つの区切りになりにます9月の末までにしっかりその体制を整えて10月は一気にっていうそのためのお少し勉強を1月2月もしくは2023年の12月ぐらいからやってる人よりはギュッとまとめてやるっていう感じであってやることは変わらないっていうそういうイメージだと思っていただくといいです。 ま直前に受ける講座、まあ、今言った3つ以外におすすめは何かありますかと言われればこれはどういう状況の人であっても、まあ、合計56点アップ同情と言われるものこれはあですねおすすめの講座ということになってますので是非頭に入れておいてください合計56点アップ同情って言われるものですね。 はい、なのでこう初めて勉強する方の場合はそんな感じで9月の終わりまでにインプットアウトプットをがっとやっておきえそして10月11月で最後知識の定着を図るための反復演習に入るっていうそういった流れで勉強していくことはとても重要です模擬試験はあくまでももう慣れる場所みたいな感じで模擬試験で点数が取れる取れないはあまり気にせずにとりあえず3時間60問の模試というもののまあ 経験値を積む場だだと思ってやっててやい,いいいいいたたらんじゃないかなか10月に入ってからあるような模擬試験はなんとか少し点数が形として取れるような状況ができるといいなとは思いますが、まあ、9月中にある模擬試験とかも結構あるのでそういったようなものはまあまあ,あの本当に離れの場だと思って割り切って受けていただくってことが大事になるんじゃないかなとは思いますね。 受験経験のある方の場合は4月からでも時間があれば時間がかなり取れるよとも勉強に邁進できますというのであれば実は結構いらっしゃるのがこの横溝プレミアム合格塾を受けるさすがにその時はこちらですねプレミアム合格塾の105回の方の おまあ、プラスがつかないやつこれを受けるっていう方は、まあ、いらっしゃいます時間がある程度取れるんでっていうんであればこのプレミアム合格塾で4月から一気にまとめ上げるっていうのはとても重要というか有効な学習かなとは思いますしまあ合わせて合計56点アップ同情などを取る方も多いですね。まあ、そんんななイメージなんですよだから まあプレミアム合格塾をそのまま受けるという方もいらっしゃるしもしくは、やはり受験経験のある方ということの場合、ね、直前の演習講座系だけをみたいなことを望む方もいらっしゃいます。 ちょっと気をつけなきゃいけないのがあの受験経験のある人でですね4月5月ぐらいからあ勉強をそろそろ始めて何とかしなきゃみたいなことを考えている場合そこまで何やってたんだっていうのはとても重要ですそこまでに一応インプットの勉強を自分でやってきたっていうことが前提であるならばじゃあ直前の演習講座系のものを受けたらどうですかっていうような ことのおすすすめにに移ることになりますそうするとまたこの辺りもパックで売られたりすることもあるとは思いますけれど、まあ、さっきも紹介した民法の択一60問解きまくり講座や文章理解特訓講座そして過去問徹底解析講座といわれるものもあるんですね。まあ、この辺りは結構おすすめさらに民法記述60問 民法だけじゃないけど記述60問解きまくり講座この4つかこの4つはとてもおすすめの講座です直前に受けるにはあとは合計56点アップ同情ですそのあたりがおすすめの講座ってことにはなりますだからあの本当にインプットを自分ででである程度やってきましたいいいうならそれでいいんですちょっと気をつけなきゃいけないのがあの何にもやってなかったとかたまにパラパラ見てたけどま,まともに勉強してないっていう状況で まあ、去年の11月の13日の試験から4月ぐらいまで今年の4月ぐらいまで来てしまっている人ねあの去年の11月の13日の知識状態をイメージして勉強再開ってことになるかもしれませんが多分去年の11月13日の時の知識状態のですね2割ぐらいしか残ってないと思います。だからインプット系のものもが まあこれはスピードマスター的なあー一気にギュッと90時間ぐらいでインプットできるような講座ですねそれを合わせてちょっと取っておく今のおすすめの直前講座に合わせてでインプット系のものをガーッとそこでまとめてやってしまうもしくは 昨年何かそのインプットの講座を受けていてレックだったら音声ダウンロードしたものが残ってるとかまあよそのスクールの方でもそういったようなデータが残っててそのインプット講座も聞けますっていうならそれもちゃんとやった上での演習講座っていう形にしないと多分、昨年の11月13日で取った点数よりは今年の点数が悪くなる危険性がある。 受験経験者の場合早くスタートしろってずっと言ってきたんですねただいろいろな事情でそれがスタートできずに4月までずれ込んだっていうのもあるかもしれませんけれどそこまで全く何もやってこなかったってことになるとやはり知識レベルは大幅に下がってるっていうことをまず想定した上でそこのリカバーからスタートしないといけないですそこのリカバーからスタートしつつ演習もってことになるのでまあ実は 速習系の講座で90時間ぐらいで一気に知識を確認するような講座プラス直前演習講座とかそれから時間があるなら横溝プレミアム合格塾をがっつり受けるとかねまあもしくは先ほどの初めて受ける方と同じような講座の選択で受けるとかってことはやはり考えるべきかとは思います。 まあ少なくともここまで自分でインプットをしっかりやってきててそのまとめをしたいんだっていうなら直前講座の先ほど紹介したようなえ講座群ですね過去問徹底解析講座や民法の60問択一解きまくり文章理解そして記述60問あとは追加で合計56点アップ同場っていうものを受けていただくのが一番おすすめの受け方ということにはなるんだろうねっていう話なんですね。 それから多視覚試験の受験経験のある方は、まあ、あんまり3月、4月から勉強するということはむしろないでしょうねうんどちらかというと司法書士試験だったら7月中旬以降ぐらいにリスタートするのかなちょっと休んでね、まあ、予備試験、司法試験の方でも、まあ、多分、夏ぐらいから勉強しているという方が多いんじゃないかとは思います。 まあインプットっていうので意識しなければいけないとなればそれは逆にこちらね法律系資格受験生コース,コースだとやっぱりここ想定しているのは司法試験予備試験司法書士試験の受験生ですで。そうなると 下にこんな表も載ってたりはするんですけれどある程度やっぱり科目がかぶるんですね特に司法試験予備試験の場合は法令科目は完全にかぶりますから自分のご自分の勉強で対応できるということになるそのため司法試験予備試験受験生の方の場合は まあ多分ほぼほぼ独学で勉強するのかなっていう気はしますしあとは一般知識だけ何とかしよう特に今回の場合処方令ってところにその行政処置法中心に、ね、今ままでななかっったような科目が入ってきますそこはさすがに司法試験予備試験でもやらないので、まあ、どういうような内容なのかなっていうのはまあ講座でしっかり確認していただくってことは必要あと文章理解かな。 その辺がちょっと大事になってくるんだろうね。文章理解は文章理解特訓講座でいいんですよ。残りのものはっていうことになったときには、まあもしあれであれば合格講座の一般知識処方例だけ受けるなり、もしくは合計五十六点アップ道場の一般知識処方例の部分だけを受けるなり。 まあ、そういった、あですね、部分的なメンテナンスで十分突破できると思います。司法書士試験の受験生の方の場合は、一番余裕があるのが、この。スタンダードコースに当たるような法律系資格、受験生コースっていうのが一番いいんじゃないかな。あの、司法書士試験にないものが全部入ってるっていう、そういうコースですね。ですので、まあ、そこをしっかりやっていただきながら、やっぱり民法、商法、会社法で点をしっかり取ってね。 まあ行政法はそこそここって感じにななるのかなと思いますね、まあ、どういう受験生であれうーん多分合計56点アップ道場はあ全ての受験生のニーズに合う合致するものだと思いますので、まあ、合計56点アップ道場のご案内の動画はまた別途撮りますけれどそちらの方でも、ね、参考そちらの方も参考にしていただけたらなとは思っております。 まあ今からスタートするっていうとそういうような3つの系統が考えられるんだって話なんですねなので一番心配なののが受験経験経あるる人人でで今からスタートする人です初めて勉強する人はまあ合格講座しっかり受けていただいた上での先ほど紹介した民法択一60問解きまくりとか記述60問解きまくりもしくは文章理解特訓講座ですねそういったものを受け さらに合計56点アップ道場で仕上げるっていう形で十分本試験まで駆け抜けられるかなと思いますしとにかく初めて勉強することだからとても新鮮でワクワクして一気に突き進むってことが可能なんですよね。受験経験経なあ聞いたことあるな見たことあるなあ知ってるなみたいなね。 その知ってる聞いたことある見たことあるっていうことはまあたくさん出てくるとは思うんですがそれが本当に自分で理解できていて自分のものになってるかはまた別問題じゃない。ところが人間はやはり見たことがある聞いたことがあるものは何か自分の身に完全についているんだという錯覚に陥りやすいんですね。だから YouTube でそうね ダンススののの上手な人動動画画をを見見るる、ね、ビーファーストとかの動画を見るもうすごいかっこよく踊ってるかっこいいよねああいう人たちはねまあもしくは K−POP の韓流の人たちのダンスグループですよさらにかっこいいですよ、ね、でさらにかっこよく踊っているまあ本当にあに十何人のグループでも ピシッと揃って踊ってるっていうのは、まあやはり日本のグループ以上に K-pop のグループの方は上手だよね。あの女性もねすごいですよね。だからそういったようなダンスを見ると、なんか踊れるような気になるっていうのあるじゃない。できんじゃないかなみたいな。 気分になってやってみるともう大変なことになるっていうねそういう話ですよまあまああのそこまですごく激しくなくてもマスケンサンバー2だってさなんか動画で見たら踊れるような気になってやってみたらめちゃめちゃみたいな感じのことはあると思うんだだからあの見て見たことがある聞いたことがあるっていうのと実際にやるっていうのは全然違うんですよね。だからそのことを一番分かってないのが受験経験者なんですよ 受験経験者でそのことが分かっている人はやはりインプットかからしっかりやろうと,するから、ね、ところが4月5月ぐらいまでずっと何もせずに過ごしてしまってそろそろまたやろうかなみたいな感じでそこで起き上がってくる人たちはもうインプット講義などもちろんもしくはインプットの学習を自分でちゃんとやってないやってない中で演習だけやれば何とかなると思ってそこで何とかしようとする。 うまくいくいいわけがないんですよだからあの今からでも間に合う短期合格スケジュールとかいうね魅力的なタイトルをつけてるけれど勉強しななないいいいと間に合わないよっていうういうそ話なんですよで初学者の場合はさっき言ったようにとにかくまずはインプットをしっかりやることとアウトプットと並行してやっていきながら9月末をめどにそこまでに何とかするそこまでに何とか仕上げるっていうことができればいいじゃないかって話であるし。 あとはもうやるしかないってことになってくるのでそのインプット系の講座が合格講座スタンダードコースみたいなもので行くのか即習系の講座で行くのかっていうのはどのくらい時間取れるかでちょっと調整するしかないってことにはなりますけれどプラスアウトプット系のものと合計56点アップ同場で十分仕上がるとは思う。受験経験のある人も実は全く同じルートでやった方が本当はいいのかもしれないしまあそこまで行かなかったとしてもとにかく 演習講座だけとか直前講座だけ取るっていうことをインプットをほとんどやってないのにやろうとするのは絶対避けてくださいインプットもしっかりやるインプットをここまで自分でやってきたんだどんな本でもいいからしっかりやっててっていう独学の人だったら直前講座を取るっていうのはまあありです。ね、だけど多分今ここで想定しているのは うん、前者の方ななんだろうなあんまりインプットは11月去年のね本試験が終わってからまあやってない。で4月5月になって今から何とかしなきゃって慌てて動き出すみたいなパターンの場合ででその直前講座だけ取ればいいですよねみたいなことを言ってくる人ねあのー、それは危険だということを強く訴えておきますのでインプットとアウトプットのバランスを取るってことは何よりも大事です。 でもう一つ言っておくとその本試験の対策にもちろん過去の問題を見るっていうのはとても重要なんですがその過去の問題を見るっていうこと自体も過去の問題はは読み物でですから解くものではないだからインプットとアウトプットっていった時にはきちんと過去問以外でのアウトプットっていうのをしっかり機械として作らなければいけない。 特にそれが要求されるのは民法なんですよ。他の科目は過去問の出題傾向をきちっと踏まえて把握しておくこととあとはまあ合格講座などであれば復習ドリルなどで演習を積んでおくことで対応できると思いますが民法に関してはやっぱり語師択一の問題をしっかり解いておくその問題集をしっかりやっておくということはとても大事です。だから 民法六十問卓一六十問ね、解きまくり講座っていうのがあるのも、そういう理由なんですよ。ね、その知識さえあれば、それをあとはぶつけるだけっていう。憲法、行政法関係と、や、その問題を解くっていうことの感覚がしっかりないと。対応できない民法は、やはり、その勉強の仕方を分けないといけない。ってことにもなるんだと思うんだ。だから、それでは勉強の仕方を分けつつ、きちっと。 必要な情報を手に入れそしてそれを自分のものにしていくっていう学習が、まあ、できる時間はそんなにないけどまだ遅いわけではないっていうのが、まあ、34月スタートで11月の試験を目指す方ということになるんだろうなと思います。 ぜひ、まあ、レクの講座の、ね、案内も含めたお話ということになりましたけれど、目処は9月の終わりです、9月の終わりまでにやはり全科目のインプット、アウトプットがバランスよくできているかどうかそこを目指していくってところが1つの分岐点になるという,ふうに思っていてください。で10月11月月は基本どこからスタートしてもみみんなな最後ののの追い込みの時期になるので その9月の末までに一通り仕上げるっていうのをスタートがそれぞれ早いか遅いかの違いはあってもゴールは一緒なのよそこまでに今言ってたような話を念頭に置きながらねインプットとアウトプットのバランスをとって勉強していくことができればもちろんそれは短期合格と本当に短期合格ですがそれは実現できるだろうなと思います。 まあいくつかの注意点とともにお話をしてみましたのでぜひその辺り参考にですねその直前の学習、まあ、ここからの学習に関して直前期も含めたここからの学習に関してレクの講座をうまく活用していただきながら。 合格を勝ち取ってもらえたらなということですはい、それでは今回ですね今からでも間に合う短期合格スケジュールというお話してまいりました最後までご覧いただきましてありがとうございました始めるなら早く始めてくださいね